外ですか。意外だった、意外だった、意外だったね、ぶつかと思っとったわ。あ、なんかでもいい感じの、相変わらず駐車場はちっちゃいねんな。え、鳥取県のが出てるよ。あれ、これ鳥取県なの今。え、俺たち鳥取に入っちゃってる、いつの間にか。どこよ、現在地全然違うじゃない。でもあっという、あ、鳥取自動車道なんだ。なるほどね、鳥取めっちゃ近いよ。近いね。何買ってきたのこれ。これえらくね、ギゾとかさ、うん、空心菜とかさ、ああ、玉ねぎとかさ、ああ、今晩の晩ご飯のおかずだったらそういうことか。あの卵とか食べたい。ああ、はあ、夜ご飯な。夜ご飯ね、さっき鳥取のあれ、ハンバーグのあったじゃないですか。ああ、うんうん、今改めて俺ナビで調べたら、うん、思いっきり鳥取市内走ってました、高速で。え、マジ、うん、え、いつ、今この俺たちの今走ってる道、誘導されてる道が、うん、鳥取を一回抜けて、うん、日本海側で、うん、目的地に向かっております。だから俺たち今から鳥取入っちゃうんですよ。ですね、鳥取道だよ。はい、鳥取道ですよ。あ、無料区間ですし、乗らんわけにはいかんですかね、これ。とーちゃん、大丈夫？とーちゃん来た？来てる、なんか来てる、とーちゃんこおいで。鳥取まで53キロしかないですよ。道の駅、泡倉。お風呂？え、お風呂、お風呂はないと思う。泡倉っていう名前。泡倉っていう名前ですね。この辺止めようか。楽しそうじゃないですか。今多分これ岡山県に入ってるんだと思います。兵庫県と岡山、そしてもうすぐ鳥取のところなんですけども、多分ここ岡山県だと思うんですけどね。よくしょ。これもう。出前ですよ、出前。はい、どうぞ。はい、どうぞ。よろしければ。タオシャ、今岡山だった、岡山、タオシャ。食べんだ。スタンプしに行くって言ったんだよ、あんたは。うん。自然じゃ。粘りっこ。あ、いいね。あらあら。な？うん。な？なって。な？それはしょうがないよ、ね。うん。鳥取市に入るんですけど、うん、入った途端に、うん、砂丘出てきます。え、じゃあ下道じゃんもんね。いやいやいや。鳥取市に入ってから、うん、もう突き当たったところが砂丘です。へー、どうしましょうって感じ。念願の俺たち夢に見てた砂丘が。だって私靴あんなだしさ、でも行きたいな。あるよ靴下も、まあ、とりあえずまあまあ前に進みましょう、はいはい、ちょっとね予想外の展開にもなってきてますよ。我々の旅が。よな、なんかレストランの旅、レストランじゃない、あのドライブインのツアーじゃなくなってきている。どこまで帰れるの今日本当に。帰りますとも。あ、いいとこ、町やがな。町やが、突然町始まった。ああ、鳥取市でございます、はい、なぜか全く想定外のところにおります。鳥取砂丘に行こうじゃないのなんていう話も今出ておりますが、はい、出ております。その前に鳥取といえばという麺類、はい、あるんですな。あるんです、私調べたんです。俺は全然知らないけれど、あの孤独のグルメで昔やったの、はあ、でその時の見てて、うん、
正直あ鳥取は何もないんやなと思ってて、うん、なんかないのそのドラマの中でも、うん、でもその名物があるよっていうので、うん、五郎さんが食べに行くんですよ、うん、それが、うん、酢ラーメン。お酢が入ってるの？うん入ってないの。酢はね多分かけかけそばの酢うどんの酢。そうそうそう酢うどんの酢だと思う。えじゃあ具なしラーメン基本はなんかちょっともやしとかネギが乗ってるぐらいが基本らしくって、うんうん、でそこに何天かすたぬき天かすうちを、うん、このこうちょっと振って食べるのがデコらしいです。それがそれの元祖のお店に行こうってことですか今。そうなんです。これが錦通りだそうです。はあ、つまり銀座ですね。ほんで300m 先を左に入ります。場所的にはねこれここの通りなんだけど、うん、これは武蔵屋食堂。そうそうそうそれ ここ入れないから向こうから入って回るあそこで本当はこれを曲がれって言ってますけど絶対無理なので向こうの位置向こうまで行ってうん、回る感じかな。どこさ止めました。苦労した。はい行きましょうかね。明治45年からお酒も飲めます。ここもかっこいいな。はあ、本当だ酢ラーメン武蔵屋食堂さん。ここが駐車だったのね。うわよかった入ってこなくて。相手は余裕だけどなここ、うん、あ違うわここ全部そうじゃないんだこっち側だけだ。何これがそこあった。うん来ましたな、うん、お疲れ様です。はい、うんありがとうございます。ラーメンです。はい、どうも。失礼いたします。どうも。本当だ。本当。これです。うまそうやな、これ。いいね。うん。これしっかり入れる。うん。甘みね、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。まさに酢ラーメンでした。はい。思ってるよりでもしょっぱくて甘くて。そう、しょっぱくて甘かったね。うん、そうなの。なんかおっていう感じな味でしたね。あの面白い、うん。とりあえず食べといて、うん、食べる価値はあるね。食べといて損はないです。うんうんうん、なるほどねっていう何がこれが名物になってたんだろうね。どういう流れからね。明治45年やろ、うん、何やろうね。ねえうどんのスープなんだよねだからね。そうだからうどん中もスターの出汁が来るってことだよね。恵子さん何ですか悩ましいところが、はあ、なんとあと 4.1 キロで鳥取砂丘ですよ。はいそうですね。我々がいつかは行こう鳥取砂丘って言っておきながら、なんかね正直言っちゃうとね、うん、ここ心の準備ができてないね。そうやね。
これはまた別に本当は来なきゃいけないツアーなのに、でもな、そんなそと言いながら、うん、今ここに来て素通りしていくのもいかがなものやねん。なんかすごい葛藤があるんだよ。行きたい気持ちとさ、ね、もうちょっと仕切り直そうよって気持ちとさ、うん、